おはようございます。おはようございます。今日は2016年8月の26日金曜日の朝でございます。今日は、面白い、いや素敵な方をゲストにお迎えしております。今日のゲストは徳田和久さんでございます。徳田です。おはようございます。はじめまして。ね、私がねスピリチュアル TV をゆっこさんから堀優子さんってね前に MC やってた方がいたんだけども、そこから移り変わった時最初一人でやる感じだったんですよね。その時に、いろんな方を、まあ、ゲストに呼んだりしなきゃなと思ってたんだけども、その時に私の知り合いみーくんってね、やっぱクンルンメゴンとかやってた方ですごいスーパーチャネラーがいたんですけども、その人に絶対徳さんとか呼んだらいいよ、徳さんって言うんですけどね、いいよって言われてて、早1年以上経ってやっと徳田さんに出演していただきました。断ってたもんね。断ってたんだよね。そう、徳さんと私が直接出会ったのも多分1年ぐらい前になるんでしょうかね。うん、1年ぐらい前、とある、乾燥野菜のセミナーでお会いして、その時にね懇親会でも一緒にお酒を酌み交わすということがあって、このおじさん面白いとすごい人脈も広かったりね、やってらっしゃるし、あとなんだ先生、気候の先生とかをなさってるんですかね。そうですね、うん、治療をしております。こんな感じ、治療なんですよ。はい。もう本当気さくなおじさんなんで、全然そういう選ぶった私はっていうそういうのがないからね、普通に焼き鳥食べてるようなおじさんって感じがするんだけども、すごいパワーをいっぱい持ってて、でそのイベントの時にねゆっこさんがちょっと骨盤かなが歪んでて、ちょっと歩くのが痛そうだったんだよね。そしたら徳さんやってみたいな話になって、ひょひょひょって言ってゆっこさんの姿勢がペロンって治っちゃったんですよ。うん、それ見てさらに面白いと思ってね。そうね、そうね。うん、そういう、いろんな技をお持ちなのでですね、今日はゲストに来ていただきました。で、じゃあ、まあ、私から言うのもなんなんで自己紹介をどうぞ。あ、こんにちは、おはようございます。徳田と言います。ね、今荻窪の方で、これちっちゃい荻窪の方でですね、気候治療みたいな感じのことを日々行っております。あと、まあ、気候の伝授をしたりとかね、あと、まあ、アクセスバーズっていう今ちょっと流行ってる、うん、あれとか、まあそんな感じで日々、人を治したり治せなかったりしてます。はい、徳田さんはねブログとかも書いてらして、ブログの方がね、秒速の療術師、療術師、はい、治療の療に美術の術に、ね、師ですね、はい、それ、はい、それがまた本当かっこいいなとか思って、うんうん、どういう意味があったんでしょうね。まあ、とある力を使うと、うん、ヒュヒュって治るから秒速じゃんって、でも、まあ、治療の方は1時間単位でやってるんですけどね、うん、30秒1万円とか取れないんで、30秒1万円まあ一応1時間ぐらいやってますけど、うん、まあとあるというのはどういう意識ですかね。とね、これはちょっとね気候とはまた別な、聞こえてるな、はい、ごめんなさい、はい、気候とは違う、まあ、また別のちょっと力を使っているわけですよ。気候とは違う力、うんうん、まあそれは企業秘密、企業秘密っていうか、まあ、ちょっといろいろあって、うん、大人の事情が、大人の事情ちょっと言えないんですけど、その大人の事情がすごい知りたい年頃の私。それはまあ個人的に、個人的に。徳さんのとこにいらっしゃる
クライアントさんっていうかね、うん、治療だから患者さんという言葉なのかしら。まあ患者さん的な人もいるし、うんうん、まあ元気な人もいますけど、元気でさらにパワーアップしたい人みたいな、うん、っていう感じとか、あとまあちょっとスッキリしたいなみたいな、スッキリしたいな、頭とかね、あこっちか、うん、この辺とかスッキリすぐ思っちゃうよね、うん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 、まあまあそんな。どんな方が多いですか。え治療系でいらっしゃる方。いや、いろいろですよ。あのか、まあ、肩こり腰痛から内臓疾患、難病その他。難病、はい、難病の方、例えば難病ってどんなレベルでしょうか。がんとか。あ、うんうん、がんキャリーさん、はい、そういう方はどういう大人の治療をするわけですか。普通に気候で、うん、そう、うん、あの私の母がね、昨年の11月に入院した時があって、その時に一番最初に徳さんに来てもらわなきゃと思ってね、わざわざ病院まで来ていただいてね、ね、で母を何十分、1時間ぐらいやってくださったんでしょうかね、うん、90分ぐらい、90分でしたっけ、うんうん、あの手を当てて、手を当てる、うん、当てて、その母が、ね、圧迫骨折をしてたっていうのでね、まあがんがあったっていうのもあって、うん、それ両方の面にアプローチをしていただいて、うん、で今日たくさん来ていただいてね、うん、朝母にどうもみたいなもう母全然違ったでしょ。そうですね、元気に、元気そうでよかったです。徳さんのおはげです、はい、やっぱね、きっかけって大事だし、そこで気づいていく、なんでそうなったのかっていう気づいていく、うん、家族として私がやりたいなって、私がなんか私のために母はそういう形をとってるかなって思ったりとかもあって、自分でやりたい、私がやりたいなとかも思うんだけど、どうしても家族だとああだこうだ、ああすればこうすればみたいな、いろんなこっちの思いがね入ってしまうので、やっぱりよそ様に任せた方がいいっていうので、徳さんにね来ていただいたんですよね。ねえ、ちょっと病院で怪しい感じでしたよね看護師さんとか来て何してんの大丈夫かい怒られないかなと思って、うん、ドキドキしながら、うん、でもだいぶそういうのも病院とかも、看護師さんなんかは例えば霊気だったりとか、そういうヒーリング気候とかそういうのも受け入れてるっていうか、うん、お持ちになってる方多くなってきてますもんね、うん、そうですね、うん、先生とかは意外と頭固く、うん、その教科書そうですねなんて言っていいのかな、うん、そういう方も多かったりしますけどね、うん、徳さんはどういうきっかけでやられたんですか。始まった、あ、気候、うん、ですか、うん、最初は、武道きっかけ、合気道で、合気道、うん、合気道の開祖に上柴森平先生っていう人がいるんですけど、はい、その人のビデオを見たらですね、結構こう触らずにヒュッて投げてたりしてはい、うん、もう一回言って触らずにヒュッて投げたりしていうのがあって触らずに投げる、まあ、うん、まあというか、まあ、勢いついてるっていうのもあるけど、うん、でなんかやらせくせみたいなやらせくせ、うんうん、でもね、そんなわざわざやらせを、ね、やるあれでもないしと思って、あ、これ気じゃねとか思って気じゃね気じゃねと思って、うん、で、あ、僕もちょっとねこういう風になりたいなと思って、気功、合気道と同時並行で始めたんですよ、うん、で武道が目的だったんですけど、うん、まあ、そうこうしてるうちにですね、人は倒せないんですが、うん、治せるようになってきて治せる、倒せないけど治せるようになって、うん、で、あれこう友達とかにこうやってたら、うん、あ、徳ちゃんこれ飯食ってくれよって言われて、うん、マジっすかみたいな、で、まあ徐々にそういう感じになっていった今日この頃、今日この頃昨日、明日みたいなああ、そのお相手だった人、対戦した人が、うん、ちょっとなんか、じゃ肩こりだったりなんか体が、いや、対戦じゃない、対戦、うん、対戦はあんましてない、あんましてない、気でね、人を倒すのはね、すげえ難しいですよ、へえ、うん、まあ、ある程度弟子と
先生の関係性でいつもその人の技を受けてるとなんかそういうふうにできるけど、うん、一般の何も関係ない人はなかなかそういうわけにはいかないので間柄的にそうそうそうまあ、うん、まあでも多少は あるんですけどね、いろいろまあ、うん、実がそんな感じ今日私あの レノン D さんっていうねすごいまた素晴らしい方がいて、はいはいはい、その方のイベントに参加してくるんですけど、うん、その、方の YouTube とか見てもガン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 殴られるわけですね、うん、こう殴ってもそれを全部リリースするって言って体から、うん、なんだろ う全部受け入れちゃうのかな、うん、なんでしょうねまた大人の時間がいやいやいやレノン・リー先生は素晴らしい ねこの間7月にお会いして、うんうん、そこからもまたファンになったんだけど、うんはいはい、きっと徳さんもそういう技をお持ちで、いやいやそんな、徳さんもなんかブラックベルトをお持ちで、あ、何のブラックベルトでしたっけ？うん、ですね、気功術と言いまして、気功術、はい、神戸のフルコン空手、フルコンタクト空手、コンタクト、フルコンタクト空手というのは直接打撃戦でこう当てる、当てるってやつ、ね。の先生がさっきあのやった安江先生っていう、うん、愛機の先生と出会って、うん、で空手に愛機をこう結びつけた武術なんですよ。力は使わないっていう結構こう面白い。なんかどうしても武術とか言うと力でやっぱこうね。うん、っていうイメージが私の中ではあったけど、うんうんうん、私の中でもありますけどね、うん、でも力は使わない、力は使わない、その方が結構なんか強い、うまくいくとね、上の方いくとね、うん、まだ私はもう全然力の人には全然勝てないレベルなんですけど、黒帯っていうのはすごいですね、まあ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 これはまあ割と黒帯は何年ぐらいやってらして、そのいやいや、そんなまあそんな大した1年ちょいぐらいでね、1年ぐらいでそんなになるの、うん、まあやっぱり大変な変態な方でございます、うん、それなんかやっぱ素質的なものがあるからできちゃう、いやいや関係ないですよ、うん、まあ多少ね、昔空手とか合気道とかね、うん、いろいろ、ね、システムとかね、うん、まあ、やってたっていうか、まあ、やってるっていう、サボってるけど、うん、やってるんでっていうのはちょっとあるかも、うんうん、でもあんま関係ない関係ないっす、はい、関係ないすすごいですよね、だからもう今私には全然その未知の世界のお話だったりするので、うん、頭の中クエスチョンがいっぱい飛んでるっていうね感じがありますけど、1年で取れちゃうんです、まあ、まあね、うん、基礎がねいっぱいあったからですけどねそう、あとはあの私もクンルンネイゴンということを、はい、あれは何て言うんですか、伝授って言うんですか、習ったっていう、習った、うんうん、まあ一応トランスミッションみたいな感じで、トランスミッションって何、うん、まあ伝授みたいなもんですよ、あ、うんうん、目閉じてずっとやってたから全然分かってないね、うん、何されてるかね、うんうん、まあ、うん、それはね、クンルンネイゴンはまあ、ご存知の方も、うん、ご存知でない方も多いと思いますけど、うん、まあ、どっちが多いか分かんないけど、うん、まあ、同居系のなんかこう能力開発メソッドみたいな、うん、一子相伝だったや、ね、うん、やつをアメリカ人のマックスさんが、マックス、うん、広めていいですかって言ったら、大いなる反対を受けながらも、まあ、まあ、いいっていうことになって大いなる反対、うん、うん、まあね、先生と一子相伝だったからさ、うん、秘密だったわけです、うん、まあそれで、まあ、いいっていうことになったらしく、うん、今結構世界中に、世界中にですかね、はい、うん、クンルンネイゴン、私はそのマックスさんを知る前にカンさんってね、はい、あの半透明になっちゃう人、はい、半透明じゃなくて全透明、全透明全透明、ガーさんがかっこいいんですよね、まあね、でかいっすよね、でかいっす、うん、もう何センチぐらいだったら190とか、うん、190は、うん、超えてますね、超えてるし、うん、横もドンってでかいし、うん、
すごい人ですよね、うん、そのでかくても消える、なんかなんだっけ、明治神宮でくつろいで、うん、寝っ転がってたらズボッて雪国に移動してたっていう、そうそうそう最初はね、あ、ね、最初まだそういうコントロールがない頃っていうのかな、うん、あ、そうですね、気がついたら、うん、あれくつろいでるっていうのがやっぱミソなんですかね、どうなんでしょうね、テレポーテーションっていう、うん、でその訓練英語もやってらっしゃるんですよね、はい、そうですね、結構これが今一番いい感じで、いい感じでハマっております訓練英語をやってる人のことクッピーって言うんですよね、クッピー、うん、かわいい、クンルンピープルってこと、はい、そう、すごい面白くてですね体がこう、自活動っていうんですか、自発動、自発動か、うん、動いてっちゃうんですね、ガン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 動いて、あれ、うん、歩き回る人とかもいるのかしら、そこまで私は行ったことないんだけど、あ、まあ中にはね、うん、あと結構とかビリビリとか、あ、結構騒がしくて、うん、最初、一番最初行くと、うん、気持ち悪いって思うわけです何この団体みたいな、そう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 大勢でみんなでジタバタ、ギャーギャーでもそれって何、内側の感情解放とかなんですか、うーん、どうなんでしょうね、よくわかんないですよ頭で考えることないんでね、つい説明しようと思うと、うん、頭で考えた言葉を作ろうと思うんだけど、それすらいらない、いや、まあ、そういう言い方をすればそうかも、二人でヒラヒラヒラ始めたうん、クピー訓練いいですか、いいですね、うん、だから、僕は気候いろいろ、うん、結構いっぱいこう綿毛歩いたんですよ、あ、気候でもいろんな種類がある、で、訓練に出会ってからは訓練、うん、まあ訓練って気候じゃないんですけど、うんうん、まあ、気候のような、気候の元になってるようなあれなんで、すげえね、パワーが強くなった、え、ちゃんとやろういや、マジで、うん、だからね、やったほうがいいっすよちゃんとやろう1日41時間ぐらい、いや、まあね、今そんなやんなくてもいいとか言われてるけどね、あ、本当、うん、やっぱエネルギー変わってきた、うんうん、加速の、うん、という、多分ね、20分ぐらい、あ、そんなもんでいいじゃないですか、あ、マジですか、じゃあやる朝に晩に、いやいや、まあ1回でいいじゃないですかあと、ほら、5行とかいろいろあるし、あ、はいはいはい、はい、ああいうのやった方がいいです、はい、で、月1で、徳さんなんかも明治神宮で朝早く行って樹木工とか、うん、そうですね、やられたりとか、はい、やってるんですよ、この方すごい人、一応ね、まあ、うん、毎日じゃないけど、毎日じゃないけど、本当、うん、なんか技のデパートっていうかですね、今日は朝早くね、もう7時半ぐらいにはうちに来て、いろいろお話をねさせていただいてたんだけども、もうお話ししながら、これ面白いんだよ、これ面白いんだよ、これ面白いんだよっつって、まあ、いろんな技のデパートを見せてくださったりとかしてですね、うん、ちょっとチャット見てみましょう、はい、皆さんおはようございます、ありがとうございます、チャット書き込んでいただいてます、どこからだ、あ、これはおかしいぞちょっと待って、こっちで見ようかな、ルイさんおはようございます、おぎんさんおはようございます、音聞こえててよかった、サナさんおはようございます、幸せなサナさんおはようございます、気候できるようになりたいですって、どうしたらなれますか、なれてくれね、うん、ずるい方法が、ずるい方法です、伝授を受けるっていうね、あ、伝授あ、うん、まあ僕も一応そういうことやってまして、あ、伝授をされる、伝授をね、うんうん、そうするとね、まあ1日でっていうか、うん、1時間でっていうか、1時間で、うん、まあ1時間でっていうか、まあもっと正確に言うと5分ぐらいでいいんですけど全然まあこうできるようになるんですね、伝授するのに5分、うん、うん、でそこからその扱い方みたいな、扱い方は、まあ、あとはまあ伝授したらこう、うん、例えば気候で普通に修行 していくとこう、うん、こう、あ、見えるかな、こっちの上かな、こうやってこう上がってくるじゃないですか、はい、で伝授をすると、ポンって上がって、もうここが、うん、時間がこういう時間短縮、うん、
ビッてズルズルズルっていうのそれズルショートカットショートカット、いい響きですね。 で、まあ、そこで修行しないと、うん、まあ、この能力がずっと続く。修行するとまた上がってくる。だからちょっと早い、あの富士山5合目まで車で行くって、うん、一気に最初から1号目からで、うん、っていう感じかな。うん、そうだそうですよ。あのやっぱりね、あのそういうの師匠についてって、師匠って感じにね、徳さんにあの習いに行くっていうの結構いっぱいいるでしょ、連中受けてるから、うん、どのぐらいいらっしゃいますか、まあまあ、徳さんの何つうんですか、あ、伝授受けた方、うん、数えてないけど200人ぐらいかな、わかんない、ちょっといっぱいいますね。で、そういう伝授受けた後、勉強会みたいな何かあるんですか。あ、一応練習会を、あ、練習会、うん、してます。そうするとみんなで聞こうで、みんなでやるとやっぱ結構場がね、場がよく、すごい場がいい感じに、いい感じに、はい、その気功を母にやってもらったんですかね。そうですね、うん、気功って何するためのものっていうか、うん、どんな用途は、用途はまあ人を治せますし、うん、自分も健康になるし、うんうん、まあ気持ちいいしね、やってて、あ、気を回す、うん、で気功で一番大事なのはリラックスなんですよ。リラックスみんな結構やっぱ力入ってるんですよね、うん、すごい力の抜き方がみんな下手なの。あ、それありますよね、うん、歌でもそうですよね、生徒ちゃんたち、うん、やっぱ自分がまず緩んじゃうこと、うんうん、力抜くってなかなかどうやるんですか、すでにそれが力入ってるだろうみたいな力を抜くことに頑張る力が入っちゃうですよね、だからね、うん、あんまり真面目じゃない方が、うん、真面目じゃない方というか、うん、なんかあんま深刻な感じとかじゃなくて、なんかもう適当な感じが一番いいですよね。こういう感じ。そうそうそうだからね、こんな風になってしまったんです私たち、私たちね、緩いですもんね徳さん、緩いからすごい、うん、お話ししやすくてね、うん、いいですよね。ぜひあの幸せの空さん受けに行っていただければと思います。ね、にゃんぱらりさんおはようございます。もこさんおはようございます。幸せの空さん、北海道で気候を学べるとこありますか。北海道なんですね。なるほど、あるじゃないですかいや知らないけどそれはあるよね。うん、あの北海道気候で検索していただけるすげえ無責任そうだね、やっぱ分かんないとこ分かんないもんね、はいはい、そこは分かんないって言葉も大事だったりとかして、交通費出してくれたら行きますか交通費で徳さん来てくれ、あ、そうだよね、うちにも来てくださったりとかしてね、交通費であの動きますんでそこに美味しいご飯があればいいみたいな。そうそう北海道といえばそうトウモロコシとか、トウモロコシよりもウニ的な、あ、ウニ的な、カニ的な、カニ的な、うん、そういう方が嬉しいねえ、幸せの空さんどちらでしょう。北海道もね、いろいろありますからね。そういうので、あ、モンタさんおはようございます。今日は気候の教室に行きます。すごいモンタさんもやってらっしゃいますね。モンタさんもいろんなのやっててね、とても素敵な大好きな女性なんですけどね。前気候もそうだけど、なんか恋愛なんとかってとかしてなかった。あ、それはたまたまあの緑のビール合宿で、うん、あの知り合った人が、うん、めちゃめちゃ恋愛エネルギーが強くて、うん、その人がこうエネルギーをあれすると、うん、結構惚れちゃうんですよ。割となんかポワーってなっちゃって、うん、で、あ、これはすごい面白いとか言って、うん、で、まあこれやってみない、なんかみたいな、そういう話に盛り上がって、うん、やります。で、僕はあんまり、うん、あんま関係ないんで、あ、そうなんだ、関係ないくもないんだけど、うん、まあ、一応ちょっとこうついてってみたいな、うんうんうん、そんな感じでした。ポッてなっちゃう、ポッとなっちゃう。で、一応ね、その人といろいろ絡んでたら、うん、結構わかる、エネルギーわかる人がいて、うん、あれ、徳さんもそのエネルギー出るようになりましたよとか言われて、うん、マジっすかみたいな。一応今あの要望があればそれも入れるっていう、うん、まあ、あと遠隔でやっていくね、うん、
恋愛体質になる。恋愛体質になるっていうのは変なことだから。モテ気を入れるみたいな。あ、やばいな、めんどくさいもんな。私そこめんどくさいんだよね。でもね、私にやれって言ったんですね。それでいろんな成就された方とかも。あ、いますね。そのセミナーに来た人はね。5分じゃダメ。5分じゃダメですね。3日間のセミナーでした。3日間のセミナー。3日間っていうか、まあ、3回シリーズ。あ、3回シリーズ。結構ね、彼氏ができましたとかね。すげえやたら異性から声をかけられるようになりました、ね。道教えてとか。そうそう。お金貸してとか。そう。本当にそんな感じで。あのモテ期に入りたい方。いや、でももうあれだもん。やってない。やってないもん、それ。え、でもエネルギー流せる。まあ、うん、それはね、まあ、お遊びっていうちょっとは効果があるのかなぐらいかな。やったらいいな、みたいな。お遊びな感じですね。やっぱり、切って基本だったりするから、その循環が良くなれば、いろんなことが素敵に回るかもしれませんね。ならいいねみたいな。謙虚でございます。はい、おぎいさん、気候の本を買いました。やはり本では続かないです。直接教えてもらった方がいいですね。はい。はい。あの本当ね、徳さんはこういうとても素敵な面白いおじさんなのでですね。習ってみるとね、あ、こういう感じでいいのか、こんな緩いでいいのか、それが素敵なものをね、やっぱり真面目に頑張ってしまうとやるぞってなっちゃうと硬いものが流れちゃうと思うから、こういうゆるゆるな方ね、ね本当素敵なおじさんでね、いろんなことしてらっしゃるしね、面白いと思います。あの私がね、一番最初にスプーン曲げをできるようになったのはこのおじさんのおかげなんです。はい。ね。それはほら、この間の岩崎さん的な、あれで知ったんですけどね、僕も。あ、岩崎さん、そうそう、空間エネルギー。この間、8月15日にゲストで来ていただいたね、岩崎さんの中でも、番組の中でも私、あの宇宙人というのはバラされてしまって。シリウス星人というのはバラされて、はい、で、そこでスプーンを曲げたんだけども、その前もね、これすごい、これ結構硬いんだよ。硬いよね。分厚いスプーンだもん。これはなかなか曲がりにくいやつですね。それは結構きつい。今ね歌の生徒さんと一緒に曲げるのが流行ってるっていう。歌のボイトレに来てんのに、スプーン曲げをする。で、なんでスプーン曲げをするかって言って、やっぱり意識の場所がシータ派になるっていうんですかね、でそこって究極のリラックスだったり、引き寄せの場所だったり、いろんな言い方をされる場所、神との領域の場所だったりとかね、いろんなこと言われる場所なので、そこに連れてっちゃうことで、そこを体感してもらうことでいろんな発展ができる。で、声を出す、歌う時にそこの場所にいたら、すごいいい広がりをしてみんなに伝播していくんじゃないかと思ってですね。なるほど。レッスンにスプーン曲げ。なるほどね。そう、一番最初徳さんと ね、あの居酒屋さんでちょっと飲んでて ね、お店のスプーンを貸してくださいとか言ってお店でスプーンを ね、あのそれは私の前にはあのイケメンが生ビールを持ってる写真があったんでね。え、曲げるの？はい、徳さんがスプーンを曲げます。今これ、あ、うん、曲がるかな、これ曲がるっしょ。まあ、力とか曲げるからね。これ今力？わかんない、違うと思うよ。今、後悔スプーン、これをいい男、ふぅみたいな力でね、戻そうとすると大変なんですよね。力づくとダーンってなって、ここが痛くなっちゃうでしょ、手が痛くなっちゃうんだけども、徳さんってなったらいいよとか。スプーン曲げがこうやって、曲げるぞ曲げるぞってこうやって見てると曲がらないですよね。なんかあっちを見て、はーはーって、
これ徳さんの今持ってるスプーンって貸して。すごい分厚いんですよこれね。100均のやつは力で曲がるもんね。100均はいけちゃうね、うんうん、こっちは薄いけどこの厚さの違いがすごいあるぐらいないいスプーンなのにママに怒られちゃうっていう。あんたうちのスプーン全部曲げないでよみたいな。こうやってね、こうやってピッて曲がると本当はかっこいいんですけどね。ねえ、こうやりながらこれがねじれてたりとかさ、うんうん、そういう人もいる、まあ、そういう人もいますけどね、うん、これもじゃ あの楽しい修行ということで回していただけたらと思います。にゃんぱらりさん、気と波動は同じなのでしょうか。波動って分子が浸透してるじゃないですか。原子とかそういうあれをなんか周波数を波動とかなんかこの物質の波動とか。ああ振動してるもので、ね、だからちょっとこうなんていうんですか、こう言葉の使い方のあれが、うん、違うとか用途が違いますかね、うん、だからそれは同じですかっていう、まあ、同じっちゃ同じだし違うっちゃ違うし、うん、だ気も結局なんかな波的な伝わっていけば波だもんね、気が伝わって、うん、まあだから波動っちゃ波動ですわ。そうですよね、うん、ああこれから気が出てるよねみたいな、うん、というか出てなくても波動は全ての物質に波動ってあるじゃないですか。そうですよね、うん、まあそういう感じかな。そういう感じです、はい。お分かりいただけたでしょうか。うん、そういうね、あの気を使う、気を回す、うん、元気、うん、病気、うん、勇気、うん、そんな感じですね。そうです、いやそうですよ、うんうん、みんな気が元なんですよね。元気って元の気ですもんね、うん、だからあっははーってなっちゃうのが元気ではなく本来のね、元気って言えばスンとした状態っていうか、まあ、なんでもいいそんな楽しく行きゃって、うん、徳さん最近のお気に入りは何ですか。なんだろう、あ、お気に入り、お気に入り、楽しいお遊びっていうかお気に入り、なんだろうな、急に振られてもちょっと思い出せない。これ、うん、これね、御神水。すごい、御神水って書いてある。うん、あ、これ宮神社で買ったペットボトルの水に、うん、とある液体が入ってるっていう。何ですか。これはあの皆さん最近流行っている、うん、万能酵母液でございます。あ、万能酵母液でございます、はい、これは自分で作った。自分で作った。どうやって作るの。玄米菌、あ、玄米、玄米、水、水、黒砂糖、黒砂糖、塩、塩混ぜて、うん、温める。温める、温める、35度から45度で、うん、まあ、8時間とか、まあ、何時間とか、うん、そうするとこう原液ができて、うん、それを12倍に、あ、違う、あれ12倍だったかな、まあ、忘れちゃったけど、とにかく 200cc の水から6リットルのこれができる、うん、200cc だからこんなもんですよ、こんな最初の水は原液っていうか、うん、玄米菌なんですね、これね。どんな匂いする。あ、ちょっと酸っぱいめな感じ。ほんとね、ちょ、飲んでいいよ、飲んでいい、あ、コップコップある。私飲んじゃう。それ何、飲み干すの。ちょっとさ、無理があるか。これビールなら飲めるね。ちょっといただきます。このぐらい、まあ適当に。これをこのまま飲めばいい。あのね、酸っぱい匂いでね、何に似てるっつうんだろうね。私もあの前、ヨーグルトの上澄み液。ああ、似てる、うんうん、ヨーグルトの上澄みっていう、うんうん、いいね、うんうん、日本酒とかさ、あ、このまま発酵が進むとある酒になります。あ、じゃあでもそうなるとちょっと行き過ぎなんで、用途が違う。おお。体に良さそう。まずいってことですね。そんな悪くない。いや、まずくはないです、うん、慣れてないから多分、うん、あのリンゴ酢とかさ、うん、
なんとかすみたいな、うん、これであのお寿司ずつくのはどう？まあある、あるかもしれない。ちょっと臭い感じ。このまんまがいいかな。お寿司混ぜたくないから。あでもこれでご飯炊くとすげえ美味しい。あそう、うん。甘みが出る感じ？うん、まあなんだろうね、美味しくなる。美味しくなる。うん、それを飲んでるとどういう風になるの？これはね、腸内細菌が非常に整うんで。あ、本当、うん。あらゆる病気が治る。治るって言っちゃう。言っちゃって。言っちゃっちゃあるでしょ。別にいいの？いいんだよ。まあ、そうなんだ。売らなきゃいいんだもん。あ、自分の中でね、うん、徳さんの中でそれがあるんだもんね。だから僕が、僕の気候はどんな病気も治りますって言うと石なんとかこういう風になるんですけど、うんうん、これ別に売ってるわけじゃないからいいんだ、いいんだ、うん、で、すごいね、デトックスがすごいんですよ、うん、ぜひ置いててください。あ、はい。あ、マジで。最初ね、すっげー好転反応みんな出て、うわー、マジ？結構頭痛くなったりとか、うん、アトピーがひどくなったりとか、まあ大体ね、湿疹がみんな出たりとか、うん、で、それが収まるとすごい良くなって、で、これを飲み続けてる人は必ず体温が 36.5 度になる。何でそれ、6.5 度って、うん、6.5 度。みんななんか 36.5 度って言ってる。あ、違う、36.5 だったか8だったか、まあとにかくその辺。あ、結構いい温度で、うん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 、だから人間本来のこう本来の体温に戻るって言われてます。だからほら低体温の人多いじゃないですか、うん、ね、低体温の人はやっぱね、がんになりやすかったりするし、最近の方向になっちゃう、住みやすい温度になっちゃうから、だから体温は上がった方がいいですよね、うん、まあ普通の人はね、うん、あの換算レベルになると、うん、換算低体温なんですよ。え、なんで？知らないけど、なんか低体温らしい。へえ、うん、まあ、あのレベルはほら、ちょっと違う、人間じゃないから、もはやいいの、どうでも、もはや人間じゃない。普通の人はやっぱね、ある程度6度5分ぐらい、6度5分ぐらいがいいんじゃないかと。腸内環境が良くなるから、あのそういうなんだ、循環が良くなって、エネルギー循環が良くなって、体温が上がっていくみたいな。まあそういうことじゃないですか。なかなか二口目が。あ、飲めない？いや、飲める。すごい、この間までもう治ったんだけど、うん、ジンマシンとかがすごい出てて、うんうん、あ、そういうのシュッシュやるね、だから置いてって言ってた。拒否反応、何かにあのね、拒否反応を起こしているからジンマシン出てた。昨日オーリングテストをしてもらってね、そういうのにもきっといいんではないかと思って。じゃあ自分で作ってるわけですよね。そうです。何か健康なことあなたはしてますか？そうですね。これ1日どのぐらい飲むんですか？ね、800cc。 800cc だったらそれ5、え、これ500。ああ、じゃあ2本、だからこれ2本弱ぐらい、うん、こっちか、うん、ですね。その玄米もいい玄米、あの推奨される玄米があるんですよ、うん、いい菌が出るやつが、いい菌が出るよっていう、で、まあある程度、玄米は玄米と砂糖はサラサラ黒糖がいいらしいのね。サラサラ玄米菌の餌になるらしい。ああ、うんうんうん、砂糖入れるから、これ甘、なんだ、砂糖をあんまり取っちゃいけないんですよ、私みたいな人は、うんうん、ちょっと飲めないとか言ってんだけど、うん、それ砂糖は玄米菌の餌なんで、うん、あんまりちょっとは残ってるけど、うん、そんな気にしなくていい。金ちゃんが食べてくれるから、うんうん、砂糖が残ってない。そうそうそう、金の餌なんですね。じゃ、血液の中に砂糖腺は出ない？出ないです。でも大事ですよね、うん、その糖尿病とか、うん、なんだかんだ話だからね、うん、結構ね、これ要するに昔の日本人ってすげえ元気だったわけです。そうですよね。元気とかね、うん、あの飛脚とかもう腸ずっと走ってて、本当だよね。今より、今のマラソン記録より早かったらしいと。あ、そうなの？いい、素晴らしい。あとね、うん、おばさんが300キロぐらいの米俵担いだりとか。なんて言ったの？300キロ？60キロの米俵を5俵こう担いだ、まあこれはちょっとチャンピオンクラスなんですけど、そういう昔の1回で300キロ、そうそう、こうやってカーって、そういう写真が残ってるんですよ。本当？そういう昔の日本人の体に戻りましょうって。
あすごい。でも我々一代じゃ無理だから、うん、まあ、多分我々の孫ぐらいの世代みんながやってれば、うん、祖父になっていくんではないかと。あ、うん、まあ、DNA を続けていくという、うん、そうそう、日本人は今弱体化してますからね、うんうんうん、いろんな政策のおかげで、いろんな政策のおかげで、はい、政治が絡んでくるわけですね。そうですね。あ、政治の話はタブーですね。タブーですね。そうですけど、うんうんうん、ね、政治と宗教と野球の話、そうです ね、飲み屋じゃないここ。あんまりよろしくない。そうですよね。うん、でもね、そういう体にいいというものを取り入れると元気になるし、リラックスできるし、多分こわばんなくていいのかな。うん、そうですね。うん、あと何かやってますか？急に言ってみる。何かやってますかね。もうずっと仕事三昧ですか？あ、仕事、うん、仕事三昧、まあ、まあまあ仕事三昧、まあまあ、うん、徳さんのお仕事場はどこにある？あ、荻窪です。荻窪です。荻窪と荏原町で今施術をしてるんですね。というのは僕はあのさすらいの人なので、なんかかっこいいような、なんか要するにお金がなくて自分の箱を持てないっていう、あ、だから自分の治療院を開いてるわけじゃないんですよ。え、そうなの？うん、貸してっつって知り合いにベッドだけ借りてんの。あ、そういうスタンスだったんだ。うんうんうん、あのまあ最初の理由はあんまりね、開業資金がなかったからっていう、うんうん、でやっていくうちにこれは経費がかからなくてめちゃいいな。そうだよね。あの遊んでる時も家賃払わなきゃいけないじゃないですか、うん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 、自分で借りてやると、ね、そうするとこう、あ、なんか仕事しなきゃってなるじゃないですか、うんうんうん、それに追われちゃうもんね。そう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 、実家、自宅分と2つ場所を借りるとなるね。だから非常にいいですよ。経費かからない、かからないと、まあレンタル代はお支払いするんですが、うんうん、必ずお客様がいらしてお手勢をいただいたとこから払うから、うんうん、赤字にはならないわけ、経費。そうだよね。あ、うん、それはいい手ですね。それであと私、はい、結構こう旅行とか行きたいタイプなんで、ああ、さすらいの。だからね、開けて例えば2週間開けてると、うん、とかさ、うんうん、したいわけよ、うんうんうん、もったいないじゃん家賃。あ、そうだよね、うん、そういうことだったんだ、荻窪のってね、よくあのブログとかに書いてらっしゃって、うん、だからそこで構えてんのかなと思ったら、そういうことなんだ。でもそれってすごい頭いい方法ですよね。ね、今となっては本当だよね。でもよかったな、よかったよかった、さすがですね。でも社会的信用に欠けるよね、そういう人ってね。なんか自分の店 ねえしみたいな。だってそんなのはその人が思うことだからさ、うん、でもほらやっぱり一番最初、うん、なんかあれ、この人自分の店持ってないのみたいな、あんじゃん、僕はどこでもどこでも僕の治療場ですみたいな。だからまあ知り合いの、うん、あの今マッサージ屋が荻窪、まあこれ中国人が経営してるんですけど、でスタッフ中国人ばっかで、ちょっと中国っぽい感じなんですけど、あとね、荏原町は昔僕がちょろっとお手伝いしたマッサージ屋さんがあって、うん、そこもこうたまにベッドを貸してもらう。あ、そうですか。荏原町も商店街でいいところですよね。そう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 。私もあのジャズライブをね、うん、毎月そこで、あ、毎週してたのかな。荏原町で、荏原町で、あ、そう、もう あんだ、そんなとこ。今はなくなっちゃったんだけどね、21、2の時。ああ、超昔。あ、最近、今ほら、リジャン、リジャン。うん、そんなとこでね、お祭りとかで歌ったりとかで、だから荏原町は大好きなの。そうなんですか。いい商店街、昔ながら、戸越銀座の隣で、ね、あ、ちょっと違うか。うん、まあまあ、まあまあ、みたいなとこで。そうなので、呼ばれればどこにでも行けるというスタンス。まあでもね、最近ね、うん、ちょっと出張はね、うん、あんましない、あの、うん、スタンスがまた。だって結構ね、遠いとことかを出張費とか取ってなくてやってたの最初。なんて太っ腹な。いや、出張費っつってもまあ近県だよ、例えば埼玉県のどっかとかさ、うん、横浜の方とか、うん、でやってたんだけど、うん、結構移動に時間かかって。効率
だけいいなと思って、ね、あもう今基本はそういうのはやってないです。だから、うん、どっか例えば北海道行ったり、うん、京都行ったり、うん、沖縄行ったりとかだったらまあそれは別よ。それは別よ。それは観光地に行きたいっていうね。旅行込み込みでね。そこ別よ。それは別で行きますけど。そうですよね。うん、私なんかもあの行ったりするとそこで。5日間ぐらいいたりしますね。ヒプノをやりに出張で行ったりとかすると何人かをやらせていただくんです。やっぱ1人では行きにくいので、あのじゃあ3人とか5人ぐらい何かまとめてくださったら行きますみたいに言っといてるんですね。俺も そういう感じでよろしいんじゃないですか。行きます。で徳さんのは1時間90分とかのセッションタイムですよね。うん、まあそれはお好きに。ああ、調整 OK。 調整 OK。 私のなんかヒプノだと1人、5時間とか。そうそう、あのお話をいっぱいするから、そうすると1日2人ぐらいが精一杯なので、うん、だから結局日にちが欲しくなっちゃうんですよね、うんうんうん、で出張で行くとそれもやっぱり楽しいけど、うん、ねあのよかったらセットで呼んでください。いいね、コラボコラボ、うん、あの徳さんが、ヒーリング気候してる時私後ろで歌ってる。すげえ邪魔な邪魔な感じ。静かじゃない。静かにもできるから大丈夫。一緒に遊んでほしいだけなんだけどね。そうですね。ね、うん、パールさんおはようございます。片岡さんおはようございます。アロハ。ハワイから。ハワイから。うん、今スピーディービューアロハー流行ってるんです。流行ってる。そう、やっぱハワイアンタイムを基本としてますから。ね、うん、そういう感じで今後はどういうことをしていかれたり。どういうこと。うん、なんか最近、うん、ほら8月9月っていっぱい。それこそね、さっきおっしゃってたように訓練の時間も何十分から20分ぐらいでいいんじゃないみたいな話で流れが速くなってきてるでしょ、うん、そうですね、うん、あの今後何をしていきたいかどうかはさておき、さておき全然話は変わるんですけど来月ね、インド行くんですよ。ナマステインドに行かれる、うん、何をしにカレーを食べに、カレーを食べにというかね、なんかあの瞑想やってる友達がいて、うん、でインドの聖者に会いに行くっていうのがあるので、インドツアー一緒に行きませんみたいに言われて、はぁ、どうしよう、どうしようって悩んで行くことにしました。わぁ、徳さん修行僧。修行僧。へぇ、何日間ぐらい。いや、1週間ぐらいです。あ、でも1週間、うん、へぇ、何をするんだろう。いや、まあ、会って祝福を受ける。リクシャ、リクシャみたいな。まあなんかそんなような。まあリクシャはさておき。さておき。リクシャはさておき。ええええええ。まあね、インドね、5回ぐらい行ったことあるんですよ。このおじさんまた面白いね。バックパッカーだったかな。わかる？あの貧乏旅行者ってやつ。それバックパッカーって言うの？そうだよ。バックを背負って、小汚い格好をして、うんうん、で、小汚い格好をして。そう。で安ホテルに泊まって、ユースホステルみたいなとか、なんかもっとなんか、うん、まあそんな感じ、うん、っていう人だったの昔、学生時代から。すごい。インド5回も行ってるなんて、うん、何をしに？サイババにね、俺触ったことあるんですよ。生サイババ。生サイババ。生サイババに触ったの？うんうん、そう。サイババっていっぱいいるんでしょ？いっぱいっつうか、うん、何代目かみたいな。あ、そうそうそう。この間亡くなりましたけど、うん、もじゃもじゃアフロの人。アフロの人、うん、アフロの人。すごい、うん、そう。どういうあれで触ったの？触ったの？サイババのアシュラムってあって、うん、あのアシュラムって寺院とかですよね。まあそういうような、うん、で、そこ泊まれるのね、うん、超安いわけ。一泊いくらだっけな、なんか150円くらいだったね。すごい。で、あの、まあ、しばらくずっと泊まってる人も中にはいるけど、うん、でちょっといて、うん、で毎朝と、あ、朝と夕方にダルシャンっつって、こうみんな広場が集まってサイババ様がこう来て練り歩くわけですよ。なんか花とかパーン
アメちゃん、アメちゃんをでこうやってぶやってやつみんなわーって撮って、でこう広場がこうあるとするとですね、うん、こうその周りにこう人がこういて、で細胞さんはこう逃げ歩くわけですよ。でたまたまこうすげえ前の方に来て、でねそのダルさんの順番なんですけど、朝ダルさんが始まる前にこう並ぶわけですね、整列して、で一番前の人がくじを引いて1番、2番とか3番とかで、その後ろにいる人はその前の人が1番引いたら、おおラッキー、一番最初に入れる、最前列に行けるわけです、で俺なんか2番目ぐらいだったから、割と最前列だった、でたまたまそのこうガーッて周りにいてこう歩くんですよ、でこうこうやって歩いて、ここにいる人はいいけど ここにいる人はこうあっちに行っちゃって遠いんだけど、たまたま目の前に来て、でみんなわーとか触ってるから、じゃあ俺も触ろうじゃあ俺も触ろうでなんかこう雨とかピーくんできて、わーっと拾って、どういう雨なの普通のインドの、インドの雨、大したことないよね、うん、であとね、手紙を渡したんですよ、うん、手紙、ラブレターを受け取ってくれるってことはその願いが叶うと、受け取ってもらって、なんて書いたの、いやそれは秘密ですけど、何ちゃんと結婚できますよみたいな、うん、叶ったかどうかっていうと微妙な感じなんですけどね実はね、うん、もうお亡くなりになってますもん ね、 ね、はい、何年前ぐらいだったかしら、2,3 年前ぐらい、2,3 年前ぐらいですよね、インドにそんなに行ってる、うん、インドってめちゃめちゃ面白いんですよ、めちゃめちゃ目が点になってる、どういう面白さ、ひどい、もう声かけてくるやつみんな詐欺師だしさ、もうぼったくられるしさインド人嘘つかない、インド人嘘つきばっかあ、まあ、だいたいそんなことはないんですけど、インド人いい人多いんですけど、まあ、こう俺らに旅行者に近づいてくるやつはだいたいそう悪いやつで、お金をいただいちゃうかなみたいな、そう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 、結構ね油断してるとすぐなんか取られちゃう、取られちゃう施しだみたいな、なんか、街中牛だらけだしさあ、そうなんだ、ニューデリーってインドの首都じゃないですか、ニューデリー中央駅っていうのがあるわけですよ、そこのこう駅の、ね、一国の首都の中央駅の前にこう牛、野良牛とかがいっぱいいて野良牛っていう、こう東京でいうと丸の内の辺に牛がこういる感じということですよね、まあ、今はね、なんか2年前ぐらいからいなくなったという噂を聞いたんですけど本当かどうかわかんないですけどね、まあ一応近代化もしてますからね、近代化してますから、俺ね一番最初にインド行ってカルカッタに行った時に、地下鉄をこうみんなが手で掘ってたんですね、手で掘ってたのスコップ使ってたよね、僕らじゃないからね、スコップは使ってたけど重機は使ってなかったんですよ、すごーい、でそれはもう超昔ですよ、今から30年ぐらい前、で8年後に2回目のインドに行って、またカルカッタに行ったら、まだ掘ってたってこれ永遠に地下鉄が開通しないんじゃねえと思って、でもね次行ったらね開通してたからできたできたすごい長い坂田ファミリア作ってるみたいな、そう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 駅なのに電車ってみんなが、上や後ろやいろんなところに捕まってるっていう、はいはいはい、そういう映像がよく見るけど、あ、まあ割とそういう、あれ本気なの、割と本気ですね、あの速度を捕まって逃がさないっていう、徳さんもやるの、いやちょっと死んじゃう可能性あるから握力つきそうだよね、皆さん腕力っていうか、あんな電車なんかね乗れないっすよ乗れないっすよ、でも足なんでしょそれが、みんなの割とね自転車みたいなそういう感じじゃなくて、まあなんかインド人が自転車乗ってるイメージないじゃん、いや乗ってる乗ってるのかな、あんまないかなあ、でも乗ってますよ、乗ってます、バイクも乗ってるし、五輪乗りぐらいで、あ、そう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 いう感じで、わあ、行ってみたい国の中にインド、でね、インド行くとね、大抵下痢するんですよ、もうやっぱり水とかあんま よろしくないんで、油とかもあんまよろしくないんで、油もよろしくない、だから休ますよ胃
インドダイエット、強制ダイエット、強制インドダイエット。でも食べ物は美味しそうでしょ、カレー。うなってます。これが答えだったあのね、高いとこ行きゃ美味しいですよ高いっつってもそのね、それが150円ぐらいだったら、あ、まあだからちょっと小綺麗なとこ、うん、レストランだったら、うん、まあまあ美味しいですけど、うん、ほら僕らはバックパカだから、うん、こう安い、なんかね、道端みたいな食堂で道端だけど、つうかね、インドカレーしかねえから本当にカレーばっか食ってるのあの人たち3食カレー食ってるから、で何が違うかっていうと、これはベジタブルカレー、うん、ほうれん草カレー、マトンカレーとか、そういう違いそういう違い、全部香辛料は香辛料、うん、カレーはカレー、うん、お手手で食べる、こっち右手で食べる、右手で食べます、はい、あの箸いらず、箸いらず、フォークもいらず、で、あと、ね、確かに飽きそうな気はする、ね、あとね、まあタンドリーチキンとかさ、あー美味しい、タンドリーは美味しい、ナンとか美味しいし、ナン多いね、でもね、ナンはね、ちょっと高級な食べ物なんで、チャパティ小麦粉を薄く焼いて、薄いクレープの硬いやつね、あの、あれ美味しいですよね、あれは安いから、大体あればっか食ってると、うん、本当に嫌になってきて、うん、本当に日本食っていいんだね、うん、じゃあね、で、インドで救いはチャイニーズレストランなんです救いはチャイニーズがあったっつって、わーってチャーハン食ってチャイニーズレストランは救い救いやっぱ食べるって大事だものね、うん、そこにストレス持っちゃっちゃうね、そう、でもインド人の人たちは普通なんでしょう、それが日常なんでしょう、うん、よかったね日本でね何日間ぐらい行くんですかその時は、過去は、過去はね、学生の時はほら春休み2ヶ月とかあるから、あ、うんうん、まあ2ヶ月ぐらい、あーすごーい、一人で、うん、一人で、そりゃ気楽なもんだわっていう、うんうん、ちょっとね、一人のやつって結構いるから、うん、ちょっとこう友達になって、どこどこまでじゃあ一緒に行きますかって、ああ合流しちゃうのもありなんだ、そういう人たちとまた日本で再会して、ああそう再会して、うん、あの結構酒飲んだりとかして、うん、してましたね、でまあ結構仲良くなったやつとかいて、うん、でちょっと最近会ってないですけど、そいつはね、うん、結構いろいろインドを皮切りになんかロンドンに行ってたりとか、うん、今上海に住んでって、でこの間、この間って言ってもだいぶ前だけどおじいさんはほら、5年前もこの間だよねつい最近、昨日のことでね、ものを言う、そうあのこの間って言っても上海万博の1年前じゃんいつよってね、東京万博行きつよみたいね、うん、の時にちょっと連絡来て、うん、遊びに来ないっつって、うん、して、あ、行こうかなと思ってスケジュール見たら、ちょうどなんか5日間ぐらいパカッと空いてて、うんうんうん、は、行けるとか思ってチケットをヒットその場で取って、うわで行ったりとかね、すごい行動力ですね、うん、そんな人はやっぱお店持っちゃダメだよ、ね、いらないよね、家賃もったいないもんね、もったいないもんね、うん、その分ね、あの交通費にした方がいいもんねそうそう、面白い。またインドに行くと何かが変わるわけですか、徳さんの中で。エネルギーが満ち溢れる感じ。分からないけど。エネルギーが満ち溢れる感じ。ね、インド行くのすげえ久しぶりなんで。うん、でインドはもうすげえ疲れるから、ちょっとだんだん年を食ってくると辛くなってくるわけ。あのインド人のいろんな攻撃に。攻撃なの、うん。で、それは楽しいんですけど、もうね。めんどくさくてね、いち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 ふっかけられるから、いちいちこうディスカウントして、そういうやりとりがね、めんどくさくなってきて、で、まあ、街は汚いしね、牛の糞だらけだしね。あ、そういう感じですか。で、ちょっとインドから離れて、もうちょっと緩い国へいろいろ行ってたわけ。まあ、ネパールとかね、ラオスとか。なんか似たような感じでしょ、思えないけど。タイとか。ああ。そういうところをしばらく行ってて、インドはこう10年以上行ってないんで、久しぶりなんで今度は楽しみ。面白いね、うん、そういう密教じゃないけど何教っつうのかな、インドはヒンズー教とか、うん、そっち系が好きですか、いや別に
普段あんまりさスイスとかさああヨーロッパ系な感じしないじゃん。まああんまりまあ仏教のいやというか本当のこと言っちゃうと、うん、本当のこと言っちゃうよ、うん、アジアとかインドって物価安いじゃん。だからそこでかなかなかあんまスペインとか関係ない感じで。スペインはちょっといい行きたい、ね、スペイン行きたいよね。あ、物価が安いとこで楽しみながらというかね、あとねやっぱこう東南アジアはね昔の日本っぽいんだよ。なんか昭和の三丁目の夕日的な、ああ映画ありましたもんね、うん、感じ、うん、そういう感じが求めてる、うん、癒されるわって感じ、街にいるだけで懐かしいわここみたいな、おじちゃんたちがいっぱいみたいな、そうそうそう、食べ物も、食べ物も美味しかったりまずかったりしますけど、ランチパンダリーって一番そこ使う。タイとかすげえ美味しいの飯ね。タイ私も、うん、あのプーケットタイね、うんうん、バンコクか、うん、グリーンカレーやっぱカレーだけどグリーンカレー美味しいじゃないですか。あ、じゃあいろんな国も行ってるんですね。そうですね。そうするとそういうところでなんか気候だったりとか、うん、そういうスピリチュアル的な動きとか何かそういう立ち寄ったりとかはあんまりないですね。続かないですよ。まあ寺院とか行くけど、うんうん、まあ観光の一環として、あ、うん、エメラルド寺院とか、とか ね、 ね、うん、綺麗なとこありますもんね。そういうとこは今は例えば、うん、神社とか行くとこう、うん、あっつって、ね、ちょっとあなんか神聖なあれを楽しむんですけど、うん、もうちょっと前ってな全くそんなも興味なくて、うん、まあ、観光地として眺める、うん、明治神宮行くとか、うん、なんとか神社行くとかっていう感じだったじゃん、うん、だったじゃんっていうだったんですよ、うん、はいはい、まあそんな感じ、うん、向こう行っても今はどうですか、そういう、聖地と言われるところに入ると徳さんの体が何かうずくとかそういう、あ、多少はなんか清々しい感じかな。でもあんまよくわかんないしみたいな。わかんない人がいちゃうもん。わかんないもんね。だ、俺、あなた方はあなた方はっていうか、ね、こうヒーラーさんとかチャネラーさんとかって大体みんな感度いいじゃん。感度いい。ダメなんだよ。鈍いの。このおじさんは面白いですよね。そういうこと言うんだよね。でもね、昨日私また別の、 あの気候師さんの方とお会いしたんだけど、その方もなんかこうやってるんですよ。なんか出てるでしょ、深海からの粉なんだとかって言って、私なんか見えるんですよ。ほんでもう一人お友達がいたんだけど、うん、その人もあなんか線みたいのがあって、うん、後から来て言ってて、うん、あ同じこと言ってるなと思って、うん、だから見えてんだけど、そのやってる方は分かってない、出てるらしいんだけどさあ、だからそうあね、ね俺の気候はさ、うん、で伝授するとこうみんな手から気が出るわけですよ、うんうん、そうするとこことここから入ってくるって分かる人が言ってて、あ、そうなんだと思って、で今それを使わせていただいてます。こことここから入ってくるんだよ人の体験を言うそうそうそうと言ってましたみたいな。あのね、いつだったかな、もう半年以上前、もっと前かな、徳さんのブログの中でね、あの動画、あの気候をその伝授受けた方の手から、手が光ってんだよね、はいはいはい、発光してる、発光してるあれ面白いなと思って ね、うん、ね、最近みんなよく光りますよ。よく光ります本当にライトボディ、うん、ね、そうそうそう、手がねこうやると光るんですよ、うん、手相見してたそして微妙にね、うん、微妙にで、あのなんだ、映像 iPhone でさ、うん、撮ると、うん、あんまね結構やっぱ撮れないんですよ、画像になっちゃうと、うん、でも それでピカピカ光る人たちは超光ってるの、あれ生で見るともっとすげえ光ってる、うんうん、やっぱね映像にしちゃうとちょっとやっぱり落ちるから、落ちる、うん、生がいい、生で見てるとハハッて光ってます。へえー、面白いね。まあ、伝授受けた方がみんな光るわけとは限らないかもしれないけど、うん、でも最近は結構
高確率で光ってますね、うんうん、でねやっぱ女の人の方がよく光るんだよね、うん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 、でもこの間やった男の人もピピピピ光ってた、光ってた、ぜひあなたの手も光らせてみませんか徳田さんに。そうそうやりますよねえ、だってさ、うん、面白いじゃないですか、うん、まあ別に光ってね、それがどうしたって言われるから特に実生活には役立ちません。わかんない、夜目印になるじゃん。いや、そんな強くないし。なんか蛍光塗料みたいな感じでさ、反射板みたいな。それだったら、あのなんか100円ライターの方早いか。自家発電ですみたいな。ねえ、面白いですね。そういうあれでございます。チャットやってますね。ナマステカタカさん、ナマステヨナかな。で、ちなすさん、おはようございます。ちなすさん、たまに気が抜ける時があるのですが、気というのは体のどの部分から抜けるのでしょうか。今言ったらこことか。気が抜ける。まあ、どっからでも抜けますよね。どっからでも抜けますよね。うん、そうだよね、うん、あの。毛穴からでもいいし、そう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 、どこからでもヘニョヘニョヘニョってなっちゃうっていう感じがあるのかしら。うん、まあなんかよくね、あの、いらないものは足の裏から抜くとかさ、うん、そういうのもあるじゃないですか。うんうんうん、だからあの足の裏からジェットのごとくベンって抜けてるイメージしても、悪いものをね、出す時のイメージなんかはそうだけど、そう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 ね、力が抜けてしまうっていう感じだったらどうしましょうかね。わからん。抜けることができんだったら入れることもできるってことを覚えたらいいですかねっていう感じかな。うん、あの、あ、抜けちゃったと思ったらじゃあ例えば太陽を見たりとかしてまたここからだったりここから、ね、ね、入れていくイメージ、ね。あと足の裏から地球のエネルギーをこう吸い上げ る。ああ、ああ、うん、それそっちの方がいいかも。いいですね。最初はね。そうですね。こっちはね、こっちばっかりやると、うん、上向きになっちゃう。多いんだよ。ヒーラーとかにこっちばっかの人が、あ、ね、ちょっとこう地に足ついてないんじゃね3センチぐらい浮いてるけどみたいなね。グランディングしてこいよみたいなね。う、うん、最初やっぱ下からやった方がいいです。そうですね、うん、自分があの植木になったみたいな感じ。植木って、うん、地球のエネルギーと宇宙のエネルギーと両方、うん、で地球を最初グランディング的なのが、うん、入れてから、うん、の方がいいと思います。そうしてください。ありがとうございます。片岡さん、気を出しすぎて霊体が抜けました。あ、抜けば避けました。治すことは可能でしょうか。それ、わかんねえな。わかんねえな。多分可能だと思いますけど、うんうん、僕はそういうのを判断できないので、うん、例えばそういうのが見える人がいて、うん、でその人の指示のもとに俺がえいえいってやれば多分できる。ああ、そういうこと。俺一人ではできません。うん、分かんないから、ね、闇雲にやってできるかもしれない。闇雲にやってる、うん、でも分かんない、できてできるかどうかは多分。でもどうなんでしょうね。でもさ、霊体が割れるって分かんないし俺、うん、ね、うん、あの出しすぎたんだったらまたやっぱ今さっきのようにね、うん、あの入れていくという自分のイメージの中でやれば、自分でできたんだから、自分でそうなったんだから自分でできると私は思うんですよね。そうですね、まあプロ、そういうところのプロに頼るのも一つだけども、でもまず自分でね、イメージの中で一生懸命そのリラックスしてる時に自分の中に入れ込むというイメージをね、5分でも10分でも20分でも30分でもね、やってみた方がいいかなって思います。で、幸せのサラさん、徳田さんとカロンちゃんの北海道ゆるゆるツアーいいな、いいね。ぜひ呼んでください。もう絶対ビールばっか飲んでるね、私たち。たくさん飲むんですよ。いや、そんな飲まない。本当、うん、じゃあ私と一緒。つったの今。ねえ、北海道ゆるゆるツアー、じゃあぜひ企画していただきたいよね。しおんえつかさん、おはようございます。しおんさん、検索をかけると徳田和久さんは荻窪の整体師で気功師さんとありました。公式サイトは見つからなかったです。公式サイトって、ね、これが公式サイトだよね。ブログオンリー、そう、ブログオンリーなの。アメブロ、アメブロ、うん、アメブロで、ホームページ作ろう作ろうとしていて、うん、早何年ほで結局ブログだけですね。ブログ本当面白いで、徳さんのねブログね、いろんな事実書いちゃってるなっていうね。大丈夫かっていう、あ、うん、いろんな内容がありますよね、
でも本当にまずいことは書いてないです。それを知りたい方はぜひ直接お会いして、治療中にいろんな話をしてくれるっていう、さっきも UFO とかね、うん、宇宙人とかの話をね、私たちハイブリッドだから同じシリウス星人だし、ね、そうですね、シリウス宇宙人っぽいでしょシリウス、俺がシリウスかどうかはちょっと定かじゃないんですけど、うん、エネルギー的にはエネルギーはシリウス系の、うんうん、カンさんに言われたもんね、うん、カンさんお会いしたいな。徳さんのヒーリングエナジーはシリウスやね言った言ったカンさんも本当素敵なね、でっかい方なのでね、このその徳さんのエナジーを例えば見てる方に遠隔で今なんかペロッと流すみたいなことがどうなんだろう、わかるかしら。流します、やってみましょう。やってみようか。何を、いや、ただこうやってあのカメラに向かってですね、カメラに向かってやるの、ね、じゃあ受け取ります。そうすると、うん、まあデジタルだから多分いくと思うんですよね、うん、こういうのって。でもどうなんだろう、わかるかな。私わかるよ。あ、そう、うん、今、私の場合はおでこが暖かくなってるかな、うん、さあ、皆さんの体のどこの部分反応するでしょうか。貴公子徳田がはぁーってしまう、ふーってしまう。ちょっと今、真剣にやってますけど、ね、ちゃかさないで。いや、違う違う違う、真剣にやってますけど、うん、あんま真剣にやんなくてもいいんだよ。そうだね、力は抜けた状態で、うん、ありがとうございます、いただきますって感じで受け取ってください。終わり、終わっちゃったの。終わりでいい。あ、ちょっと今度違うやつをやってみます。じゃあ今のバージョン、また、じゃあ、うん、これはまあお遊びなんで、うん、別に効果がなかったからといって怒らないでください。怒んないよいいですか。はいよ。じゃあ皆さんの今ちょっと気になる体調をイメージしてください、うん、はい、はい、真面目になっちゃった、はい、それ直しちゃったりして、はい、終わり。これ秒速なの。これ、あ、今浄化しました。ありがとうございます。皆さんの悪いところ、うんうんうん、まあお遊びなんでね、今いや別に 何もないですとか言って、うん、怒んないでください受け取っていただけたら幸いでございます今私が一緒にやっぱ画面越しに徳さんを見ていて、うん、で感じてると今私お腹とからへんを意識してたんでね、その時にズンズンズンってなんか来た、うん、トントンみたいな感じで、うん、いいね、わかると、そういうのは、うん、おかげさまで、うん、しているので、それで今ね汗かいちゃおうかなみたいな感じの発汗をしたいっていう、この中心線に沿ってね、なんか出たいっていうのがあるから、うん、ぜひ今のエネルギー受け取ったものを体の中で回してっていただけたら面白いですね。気候って面白いですね。みんな持ってるものだよね。まあ生きてる人は必ず気が出てます。うん、だ気って僕的な解釈は電気エネルギーな、うん、種類としてはね、うんうん、で人間は絶対生体電気が流れてるわけですよ、うんうん、だから絶対生きてれば気は出せるのよ、ね、うん、だからそんな特別なものではなくて、で、うん、よく言われるのはあなただからでしょ的なことを言われるわけですよ、うんうん、バカ言ってんじゃないよと俺はどんだけこう劣等生だったかってことですよ。ほんと、うん、もう最初の気候を習い始めて、うん、結構他の人はさ、なんか感じたけど、見える全然感じねえし、もうなんちゃこれ、もうあほちゃうかぐらいの感じだったわけみんなほら結構来てガーってやるとあーとかなってるわけですよ。全然わかんなくて、うん、みんななんか気持ち悪いとか思ってたわけ正直でも武道強くなるんだと思ってたから、うん、こう耐えてこうその分かんなさに耐えてたわけ
まりにも何も感じなくて分かんないから、うん、もうやめようかなっていつも思いながらやってたのね。可愛いおじさんでしょ。で、うん、一応ね1年やろうと思って、1年経って何も分かんなかったらもうやめようと思って、うんうん、11ヶ月目に、うん、こうちょっと気をクワッてやるクワッて感じたわけ。こうなんかねこうやってあのまあ、西の流呼吸法って大気ってこう水手みたいにこうやって手をこうやって合わせて後ろヒューってやるんですけど、後ろペペペって言ってドーンってなった時にこう物理的に後ろにドーンってなった後にふわーってこうエネルギーがふわーってしばらくこうやって押さえつけられて、うわなんじゃこれやってなって、これかみたいな。で次にこうなった時に体中にこうよくあの電気こう雷が感電するシーンあるじゃん、うん、映画で、うん、青白い、ね、光がビーって感じ、ね、そういう感じになってってなって、あこれをみんな感じてたのねって思ったの、その時にね。うわ降りてきた降りてきた、うん、でもう本当やめる寸前でした僕は気候。うん、面白い。そこまで追い詰めるじゃないけど、そこまで来て来て来て、うん、ドンって来たみたいな。そうそうそう、もう諦めずにやっぱり。そうですね。で、うん、そんなに真剣にやってたわけでもなく、まあ、この性格だからね。とりあえず続けてただけ。だから続けることって結構大事で。大事ね。しかも今だってぶっちゃけそんなに真剣に練習してるわけじゃないですよ。で結構ずっとサボってて、あやべちょっと やんなきゃなみたいな。でそれでやれば続けたことになるんだからいいんだよ。間が空いたってまたやりゃ続けたことになるじゃん。そうだよね。まあそういうゆるさ、ゆるさで、まあ、あまりにもこうペースが遅すぎると寿命が先来ちゃうけどね。来世に持ち越しみたいな。そう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 、だからまあその辺はまあそこそこ、うん、でもまあもう1年やってないから、うん、もういやってやめちゃわないで、そこでまたやればいいんですよ。訓練やろ。そうそうそう。でもね、そのさ、うん、徳さんの中でのやってないがどのレベルなのかね。これがもし私に当てはめたらすんげえやってるって私は思うかもしれないし、本当やってないですよ。だって酒ばっか飲んでますからね。ちょっちょお酒のことブログにフェイスブックとかね、焼き鳥ばっか食ってますよね。美味しそうなお店今度連れてってもらおう。ね、そんなぜひ徳田さんに今日スピ TV 見たよとか言ってフェイスブックとかつながっていただくこととかできるんですか。あ、もちろんですよ。ありがとうございます、うん、ぜひぜひ。徳田和久、この徳田和久ですね。出てますね。出てますね、はい、これで検索するとあのこのお兄さんがいらっしゃるの で、ね、はい、ぜひあの、昨日も美味しそうなのが載ってたような気がするフェイスブックでね。昨日載ってたっけ。うん、違ったっけ。一昨日ぐらいじゃない。一昨日ぐらいですね。やっぱりやめらんないみたいな。美味しい焼き鳥、焼き鳥、うん、はい、焼き鳥率高いですね。高いですね。そうね、もこさん手が光ってる映像見てみたいって。あ、これ、ね、僕のねブログのね、うん、どっかにねあるんですよね、うん、どうやって検索したらいいだろう ね。でもね、なんだドロップボックスっていうところに入れて、うんうんうん、保存した、うん、でYouTube で一回やったら、YouTube ってまた画像悪いから、あ、また光がね見づらくて、うん、だからどっかである、どっかである。過去のブログをずっと遡ってもらうのかな、テーマってあるじゃん。あ、テーマ。ブログテーマってあって、うん、例えば健康とか、がんとか肩こりとか腰痛とか、遠隔とか、うんうん、まあいろいろなテーマで、気の伝授っていうところで、うん、それがある、どっかに。日の電磁の感想とかなんかいろいろ書いてるところにあります、テーマで探してもらって半年ぐらい前ですかね、うん、見たのね、うん、そのぐらい前だったかな。ぜひそのぐらいの記事の中に、うん、あのお手手がね光ってるのがあるので、ぜひご覧いただくと面白いですよ ね、うん、結構ビビビビビって光ってます。光ってます。分かりにくいけど、うん、分かります、うんうん、徳さんのすごいのはね、ね、こんないろんなゆるゆるとか言ってるけど、毎日ブログを書いてるのがすごいですよね。ああ、まあ一応ね、
毎日書いてるわけではないんです、実は。暇な時に書いてる。大人の事情を言わなくたっていいじゃん。毎日書いてるんですよ。まあ一応ね。毎日更新してるっていうのが本当かな。あ、そうそうそう。ね、うん、あ、そうですね。毎日書いてない。しかも、うん、パクリですからね、ほとんどね。自分だってそんな毎日書けないです、自分の言葉で。うん、あの、本当ね、それがね、あーいいねっていうネタがすごく多いんだよね。いつもネタを探してます。ね、はい、ネタ探しだよね。うんうん、あの面白いので自分に当てはまるなっていうのをね、取り入れてもらえたらね。だからあちこち飛んでますからね、うん、ネタ的にはね。ね、いろんな豊富なネタがあって、うん、面白いおじさんですよね。ね、脳は騙せるとか。あ、そうそう。これね、でもね、あの治療のあれだったらそれだけ書けとかってちょっとコンサル的な人には言われたことあるんですけど。あ、そんなネタがないっすみたいな。更新するのに命をかけてる。そうそうそう、ネタになっちゃうと大変でも、うん、ね、うん、まあだから結構ジャンル的にはやっぱり健康ジャンル、健康的なのが一番多くて、うん、あとこうオカルト的な、オカルト的な UFO とか宇宙人ネタとかね。宇宙人ネタなんかもありましたけど、たまにある、うん、この間ほらオバマさんがなんか宇宙人いるみたいな発表したみたいな、うん、あれはどうなんだろう、本当なのかな、まあ、まあどうでしょうね。ねあと、うん、なんだ武道とかさ、うん、ね、うん、っていうスピリチュアル系のあと不思議なこととか、うん、海外のどの方のとか、うん、あとちょっと戸越の飲み屋とか飲み屋飲み屋のネタもちょっとありますけどね。荻窪の飲み屋みたいな。なんか、なぎら健一に見えてる。よく言われます。そうね。そう、なぎら健一さんもそういうぶらりとね、お箸とお皿を持ってどこにも行くみたいなね、ありますもんね。そう、でもね、気候でやってこうという。ずっと、なんかサラリーマンとかしないでそういう系に最初から。サラリーマン、僕は。サラリーマンだったんですよ。また目が点になってしまった。17年かぐらい。サラリーマン、そんなにやってたんですか。サラリーマンです。サラリーマンです。サラリーマンだったんです。今から十何年前に辞めて、そこからこう自営業というか、自営業という名のフリーターみたいなっていう感じで。やっぱ。この道だみたいな何かあったんでしょうかね。今多分ご覧になってる方たちも開業したいとかそういう道に行きたいみたいな方もねいらっしゃると思う。私はですねその方々にアドバイスしたいのは、はい、ダブルワークを最初しましょう、うん、だからそれでパスッと一個だけにしちゃうと、うん、結構ね最初お客さん来ないから、うんうんうん、大変なの金銭的に。だからちょっと定期収入の道も捨てずに、うん、同時並行でやっていくわけよ、うんうんうん、俺はそういう感じだったの。僕はイベントの制作会社にいたのね前ね。サラリーマンだった時はだからちょっとあんま肩気のサラリーマンというよりもちょっとそうだね、うん、デスクワークでじゃなくてイベント、うん、そうそう、でそっちを辞めて、うん、この道に来て挫折したんですよ一回。ダメで。もう一回はそういうことがあった。そういうことがあって、うん、でまたイベントの道に戻ったわけ。フリーとして、ね、で今までの会社とか取引先に行ってすいません仕事くださいっつって言って、でそれでなんとか細々と食べてたわけ。で、まあ、まあまあできるようになってたから、うん、まあそれもちょっとやりつつね。腕があるんですもんね。うん、だからで。正直ね、何年かはもうフリーのディレクターとしてこう生活してたのね。でリーマンショックの時に仕事が激減して、うんうん、でこれはやばいと、ちょっとこっちちゃんとやろうと思って今日見た。だから今日見た、今日見た。だからね、うん、こうイベントの仕事がこうあってヒーリングの仕事がこうこれこういう感じ。ちゃんと変わってた、うん、
そして今はインドへ向かうっていう。そうそう。だから今俺イベントの仕事たまにやるもん。あ、あるんですか。うん、たまにあのお声がかけられると。あ、そうですか。結構ね、あの楽しいんですよ。どんなイベント？いや、いろいろっつってもわかんないですよね。だから、うん、全くわかんない。よくさ、あのビッグサイトとかで展示会とかで、なんとかっていう会社があって、うん、そこでこうそこのブースのスタッフをまとめるみたいな、うん、そういう感じとか、うん、なんかどっかのショッピングモールでイベント広場があって、うん、誰かが来てなんかやったりとか、へえ、仮面ライダーショーみたいな、まあそういうのもあるし、まあそういうのがまあ生まれですけど、まああるし、徳さんの気功術みたいな、ない、あ、それはないですね。イベント自分で企画しちゃう、あ、それはね大変なんで、だって俺はただ行って現場行って、あ、じゃあこうやって監督を仕切るだけだから、うん、じゃあ北海道ツアーを、え、それはまた別ですから。ぜひ、あ、でもね、なんかそういうツアーとかもちゃんとね、うん、できまあできなくはないですけど、ね、うん、またあの本当徳さんのね、あの人徳で本当顔が広くてね、いろんな方がね周りにいらっしゃるからね、そういう人たちといろんな方がね、ね、ね、どんな方って絵描く人も、すっげえもうバリバリ見えちゃう、ちゃなんか霊能者とかチャネラーとかさ、すごいっすよ。もうみんなバレバレ、あ、会いたくない。本当にミイ君どうしたんだろう。ミイ君はね今ちょっとお休み中、お休み中、うん、ミイ君会いたいね、うん、ちょっと今ねあのお休み、おじさん近い、あのほらこの時間は排出の時間だからね、排出作業があるんです、はい、すいません、いいね。あ、ごめんなさい、影がしょ、そう、エアコンもちょっと温度は下げない、暑い、はい、すいません、文句いいえ、ね、今日はそういう徳田和久さんに来ていただいてですね、いつも本当徳さん徳さんっていう気さくなね、今もご覧いただいて、本当に飾り気のないおじさんでね、もっと偉くてもいいのになって思うぐらいの方なんですけどね、あんな感じでやってくださってね、母の時に来てくださった時もすごく気を使わせない、気を使わせない、うん、こっちが固くなって緊張することがない人なので、だから病人さんの人たちも緩んでく、安心できる、うん、裏がないっていうかね、そうなりますよね。もこさん、ぜひ、動画を検索してみてください。ね、半年ぐらい前のだと思うんですよね、 Facebook とかでも多分徳さん載っけてらっしゃったので、そういうのも見ていただいたらいいかなと思います。やっぱり緩むっていうの大事ですよね。夏、今暑いとどうしても私なんかは、お客様がいらっしゃったりするから、クーラーとかねいっぱいかけたりすると、どう肩がこう緊張してね硬くなったりとかするので、今はつけてないけど首によくスカーフとかしたりとかして、喉から、熱が逃げていかないようにとかね、そういうことをしていきながら、徳さんが帰ってきました。おかえりなさい、すいません。うん、歯医者とか行ってもさ、すいませんっつって途中で取り、歯医者でも、うんうん、やっぱ排出って大事ですもん ね循環させるっていうのはね、まあ、まあ、俺ね子供の頃からねちょっと近い子供だったの、うん、家族でこうドライブ行って高速道路とか乗ると、うん、俺が一番最初におしっこって言って、お前はおじいちゃんよりおしっこが近いなとかっつって怒られてます。怒られてはいないけどという。でも循環がいいんだからね、うん、それは素晴らしいことでしょ、まあ、そうですね、うん、出ないよりはいいですよね、そうだよね、うん、出ないで、前いらしたクライアントさんは出ないで、うん、膀胱炎とかなっちゃってたりとか、でもそれってやっぱりちっちゃい時に我慢をさせられてた子、うんうん、いろんな意味で我慢しなさいとか、うん、性格を抑えられ上から押さえつけられてた子で、それを受け入れてた子、
なので堅くなに出さないっていう。3日間ぐらいおしっこしないすごいね、うん、って方がヒプノでいらしてうちにいらして、で、ね、足とかやっぱりゾウさんみたいにむくむわけですよね。お顔なんかはほっそりしてるけど下はドンってしてるんですよね。でうちに来て、ヒプノ受けて、まあ私と喋ることでやっぱり緩いから2回おしっこしてくれた。おすごいでその時の原因はやっぱりお父様と関係性だったとかね。まあそういうの多いっすよね。多いっすよね、うん、で結局病気の原因ってね結構そういうところにすっげーあって、うんうん、実は今ね俺あそうそうカウンセリングだけでがんを治しちゃう人とかいてさ、がんと認知症とアトピーとかなんかうつとかカウンセリングだけで治しちゃう人って、認知症認知症の原因はどこなんでしょう。原因はね、うん、もう患いたくないいろいろ、うん、見たくない、うん、関わりたくない、うんうんうん、っていうのが多いらしいですよ。もうその認知症の症状が出ちゃってても、うん、カウンセリングで戻る。そう、その認知症の人なんて話聞かないか通じないから、うん、無理ですよとかって言われるんだけど、うん、できちゃうんだって。すごくないですか。すごいすごいすごい。そういう人がいるんですよ、世の中に。まあ、うつとかそういうところでは、うんと、なんか寄り添って開いていけばいけるかな。うつもね、私が2回カウンセリングすると大体治りますとか言ってそうです。おー、橋貝先生って言うんですけど、ね、橋貝先生、うん、どちらにお住まいなんですか。お住まいの、いや、その辺、東京あ、東京なんだ、うんうん、すごいですね、うん、まあ、結局何かからのストレスがあって電気信号が流れなくなってるね、うん、言葉の普段の使い方とか意識の持ち方でそういうことになってるらしいの、ね、病気になるってこと。そう、だから全ての病気は自分が作っているのであると。そうだそうだそう。でよく言われるじゃん、そうやって、うん、まあ、そうは言ってもさとかって思ってたけど、うんうん、やっぱそうなんだそうは言ってもさってあるじゃん、あるじゃん、ね、いやでもさ本当ね、そういうがんだったりとかうつとかそういうのは心からってわかるけど、うん、さあ認知症もどうなんだ、アルツハイマー、認知症、分裂症今言わないね、まあ、なんかそんな人アルツはもう、アルツも信号でな、信号、電気信号、まあ、よくわかんないですけどね、まあ、とにかく言葉の使い方とかその潜在意識どうしね、あれするかで、そういうことを言われて軽い催眠療法的なうん、多分そうでしょうね、うん、だから僕は催眠術をね最近こうちょっとしかも最近の最新催眠術は、うん、最新催眠術は、はい、私も一応催眠術してる。ああ、そうだね、うん、非言語催眠なんだよ。わーお、非言語、うん、だから、うん、はい、あなたはこう、はい、まぶたが重くなるとかそういうのやんない。まぶたが重くなるとかさ、五円玉超えるとかも、うん、でもね、ちょっとあれですけどそういうことしないわけよ。非言語、非言語、もう直で潜在意識に入れてしまう、うんうん、っていうのをこの間伝授してもらったから。本当、うん、できるんですよ。でもまだ使い方がよくわかんないんでまだやってないですけど、うん、でもたまにちょっとお遊び的にやると、うん、だいたいねこの辺が重くなるんですよ。こうやってやられた方が、うんうん、でだいたい聞くと、うん、なんかそんな感じになってるっていうから、でここでなんかうまいことあれすればうまいこといくんじゃないかなって最近思ってる。うわー、やってもらおうモニターでやってもらおう。感想をね書いていただいて、うんうんうん、いいことだけね、いいことだけ、ね、書いてもらって大人の事情ですそう、うん、じゃあね、そろそろ番組終わらせてそれやってもらおうあ、そうそう、終わりか。そうなんですよ、うん、もうお時間的にいい時間になってきてるんで、はい、おぎんさん、私も動画を検索しようとして万能酵母液情報とかもいろいろ興味あるページを見つけたので寄り道して映像までいかないです
そうでしょ。もうね、内容がすごい面白いからね、あの定期購読じゃないな、読者登録、読者登録して、うん、であのピックアップ上がってきたらそれをね見るっていうね、そうですね、はい、にした方がすごい面白いですよ。徳さんどのぐらいいるんでしょうね、あの読者登録されてる方が。うんとね、2200人ぐらいかな。すごいね、もうコツコツとコツコツともう6年ぐらいやってますからね。ああ毎日更新。最初の頃は、最初の1年ぐらいは運営的と、うん、で途中から毎日更新しなさいって言われて、神の声が、いやいや、あの師匠が、あ師匠がで毎日更新しようと思って。素晴らしいですね、うん、5年間も。もうまあ多分それぐらいかなですね。ちなさん、お答えありがとうございました。質問が言葉足らずですみません。かのんさんがおっしゃったように体の力が抜けるという意味でした。地球のエネルギーをいただくイメージ、植木になったイメージ練習してみます。ためになるお話ありがとうございます。こんなグタグタなためになったよかったね、うん、あの植木だとちょっと倒れそうなんで、でっかいあの桜の木にでもなった気分でね、専門さんからなんていただいて、吸い上げていただいたらいいかなと思います。じゃあ徳さんはいつからインドに行く。ね、9月の19ぐらいかな、うん、じゃあ本当もう1ヶ月ない、うんうん、じゃあぜひまたそのインドに行ったらどんなことがあったか、またぜひね、あの朝早いけど来ていただいてマジでまた来るの、また来るのお話ししていただけたら嬉しいなと思う。それまでにあの視聴者の皆さんは徳さんのブログをいっぱい読んでみてくださいそうするともっとねツッコミがいがある内容がわんさか出てくると思うのでですね、本当にいろんなことを知って、いろんなことを手がけてて、いろんな人とつながってる素晴らしい宇宙人なのでですね、皆さんともつながっていただけたらと思います。今日はありがとうございます。何か最後にメッセージあれば。メッセージ、そうですね、特にないですゆるいでしょなんだろうね、メッセージね、うん、まあそうですね、最近思うのは、我慢してても死んじゃうんで、どうせねどうせね、あ、どうせね、どうせ最後はね、うんうんうん、だから楽しいことをやってた方が得なんじゃねって思う今日このようです得なんじゃね得だじゃねみたいなと思います。そうですね、でもまあしょうがないね、しょうがないしっていう人もいるとは思うんですが、うん、まあそこは頑張ろうよ頑張ろうよ、緩むことを方、うん、選択する方を頑張ろうよって感じですかね。本当ですね、うん、暑いからあのクーラーつけないで頑張ろうじゃなくて温度下げようよみたいなねそこちゃんとね、あのお金払ってるしいいじゃねえかと、うんうん、我慢することない。で、あとね、うん、そう、世の中はね、発表されてないけどね、すげえことがいっぱいあるんですよ、ね、裏がね、裏がね、うんうん、ね、そういうの知りたい、知ってった方がいいのか、知らなくてもいいのか、うん、知ってた方がいいんじゃない、やっぱり知ってた方がいい、うん、まあ知らなくてもいいけどね、別に、うん、知ってた方が楽しいかな、うん、どんな情報が裏にはあるんでしょうか。それは言えませんともったいぶってみるぜひそういう裏情報をあの知りたい方、徳さんね、喋りたくてしょうがないんです、本当はね、伝えたくてしょうがないんだけどね、でもこういう不特定多数が見てくださってるようなところだったりとか、ブログでは書けないことがいっぱいあるので、あの口でね、お伝え直接だったらまあいいかな、ね、うんうん、そういうこともありますので、ぜひこの中にはいっぱいいろんなことが詰まってるので、でもあんまり期待してこられても困るんですけど、ね、そんな大したことねえじゃんみたいなそうです、そういうでもきっとね、うん、アハ体験がありつつ、うん、まあ、うん、そうですね、うん、いろいろと、ね、うん、あ、でもさ、うん、例えばさ、あの、うん、ほら岩崎さんの嘘800シールとかあるじゃん、うん、その辺ある、あるこれ、あの知らない人は先週のあれを見てください。
あ、8月。あ、いや、言ってないの。15日にはね、ウソ800シールのことはね、ほぼ喋ってる。あ、言ってないのか。でも、なんか遊んでください。あ、これ、めちゃめちゃエネルギーが、すごいエネルギーを発生させるっていうか、尖ったとこからエネルギーってピュッと出てて、うん、こう結構結界が張れたりするんですよね。これを部屋に貼ったりすると、うんうん、でこのソファーにも貼ったんで、ね、はいはいはい、うん、うん、で家電、電化製品とか洗濯機とかの四隅に下に貼るとさ、グーッてとか静かになったりとか、うんうんうん、でエアコンの室外機も静かになってさ、貼ってないな、室外機室外機貼った方がいいよだって燃費が良くなるから、うん、電気代安くなる、よし。であと俺バイクに貼ったら燃費 15% 良くなりましたからね。ほんと、うん、あれ貼り方を気をつけないと宙に浮いちゃうって言ってたじゃない。そう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 、まあでも俺今宙に浮いちゃう的な、全部上向きで貼って、わマニアック、うん、仮面ライダーかみたいなあとね、冷蔵庫に貼っとくと、うん、鮮度長持ちだからね、なんかマジで中身、うん、ほんとにほんとに今のシールは、うん、あの100均とかでアルミシールでね売ってるので、100均のやつはね、うん、岩崎さんおすすめしてない、あ、してなかったね。なぜかっていうと、一回貼るとすげえ100均のシールが剥がれにくい、なんかペタってついちゃう。あ、剥がれにくいからってことなの？薄っぺらいから。うーん、だからホームセンターでよく売ってんじゃん、うんうんうん、ガムテープみたいな、うんうん、あれがいいです。はい、うん、ぜひ4枚とかで、そうそうですね、うん、四隅に貼るっていうのが基本だったりするかな、ね、はい。私なんかもこういうタブレットね、実は貼ってるんですね、こういうね、これはテラヘルツだけどこういうね、うん、あ、これ何、こういう貼り方なんですか。うん、これはヒキヒキが言ってた、うん、なので、なるほど、本当に今のやつを徳さんにね、私試されたんだよね、これもね、かかとにつけて、上向きにしてかかとにつけて、ね、うん、腕を後ろにやってグッてやると、これ今私靴下履いてないからね。まあ、だって部屋貼ったでしょ。貼ってない。あ、そうか、貼っちゃってるから。部屋貼ったから無理か。無理だ。全部。そっか。こんなかなっちゃってるからね。ぜひ例えばね、腕相撲でもいいですよね。腕相撲をするときに、自分の方にエネルギー入るようにしてやったバージョンと、外に出るバージョンでやると全然力の入れ方が違ったりよね。なるほど。俺それはちょっと知らなかった。本当、うん、例えばさ、よいしょ、このシールがあって、これを私にこうやって向けて、軽くだよ、よいしょ、それでよーいドン、おっ、おっ、はいはい、真剣、すごい真剣それで、例えばこれを今度外側に出ちゃう、私から抜けちゃうという感じでやると、よいドン、確かにね、力をね、うん、うん、じゃあ徳さんがやる俺でやったら徳さんが出ちゃうにしちゃう、はい、で、でもこれだとあれだからもう一個、私に思いっきり入るにしてやる、ね、あ、はいはい、うん、よいドン、この人黒帯だからね言っとくけどって自分に入るようにしてじゃあ私抜ける見せるか、うん、この人黒帯と戦ってんだよ私ってねえ、せーの悔しいから反対にしてもらうもう一回かのちゃんに入れて、これ出すの、出すの、悔しいからとか言って負けすぎた、よーいと、全然違うでしょ。あ、本当だね。うん、なるほど、これ使えるな。だからね、武術とかいろいろやってる方、こういう汗かいてるけど、この負けず嫌いなの。ぜひ遊んで、こういうことでね、本当に、ね、これが紙がなかったら爪楊枝でもいいんだよね。ああ、そうね。尖ってりゃいいんだよ。うん、ハサミでもいいし、まあ、ハサミを腕に乗っけるのもどうかと思うんだよ。やっていただけたらと、うん、尖ってるとこからエネルギー出るんだよね。ね、ね、こんな単純なことをなぜ今まで人類は気づかなかったの。いやいや本当に。そういう尖った方にこう行くという習性がエネルギーにあるってね、うんうん、岩崎さんおっしゃってたけど、うんうん、そうですね、うん、いや、なかなか素晴らしいですね、これ。ね、うん、だからそういう、それってすごい本当に
フリーのエネルギーだし、うん、まあ、フリーエネルギーですね、間違いなく。なので、消されそうになったことも数々あるんですよ。岩崎さんね、結構危ない目になってるらしいんですよね。そうそうそういろいろ潰されたとかどの子のが、うんうん、ピーな感じがいっぱい。でもそれでもやっぱり本当のものだからみんなに伝えるっていうのでね、やっていただいて、うん、とりあえずするので、今日愛する言えなかったね。じゃあ次回に。次回また来る。また来る、また来る。すごい、またあのこのおじさんが面白い技を、今日ね披露しようと思ったんですけれども、お時間のあれもあるので。まあ人のあれですけどね。これも人のパクリですけど。いいじゃないですか。伝えるというスピーカーですね。あるので、そう、金ピカさんおはようございます。そうですね、緩むことを自分に許可します。ゆるゆるになってください。そして、幸せの空さん、車に貼ってもいいですか？そうそうそう、もちろんです。ただ、全部上向きじゃなくて、これね、あの YouTube とかに岩崎さんが貼ってるのがあるので、それをご覧になると、いろんなところに貼り方が書いてあったりします。で、必ずちょっと斜め下に向けるやつを貼っとかないと、あの仮面ライダーみたいに飛行機になって飛んでしまうっていうね、そういう現象があるらしい。もちろんエネルギーが上に向いちゃってるからね、燃費が全然違うってこと言ってましたもんね。ちょっとね、これはね、口では伝えきれないので、で岩崎さんこの間お越しになった時いっぱい貼ったったもん、中とかも、うん、で空気が、うん、抜ける、空気がエネルギーが抜けるっていうのとかいろいろ貼ったあったから、それ惜しみなく教えてくださるので、岩崎さんにご連絡を。Facebook にもね、彼は あるのでね。で、徳さんもまた気候で素晴らしく、世の中をより素敵にしていこうという、みんなをより素敵にしていこうという動きをしていらっしゃるので、ぜひまた来ていただけたらと思います。今日は久しぶりに早起きしちゃって、ね。月に1回しか俺この時間起きないから。そうなんだ。樹木の時だけだから。あ、うん、そうかそうか。今日は貴重なものを見ていただきだいたいね、うん、9時ぐらいまでは普通に寝てるんで。あ、そうか、はい、ありがとうございます、はい、9時とか10時とかね、うん、結構目覚ましをかけない日々だ。あー、すごい、はい、仕事が基本昼からだから。あ、そうですもん、普通に合わせてですね、うん、じゃあもし時間が合えばね、うん、夜の部とかね、8時から夜とかもね、うん、あ、そうなの、空きがあれば、そう、飲みながら今日ビールもとかっていうのがありますので、はい、また皆さんとインドにね行って帰ってきてからまたいろいろお話ししていただきたいと思います。はい、今日は朝早くから皆さんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございましたとありがとうございますもエネルギーが違うって話でございます。でもね、まあ、めちゃめちゃにかゆるゆるでいきます。またお会いしましょう。ありがとうございます。では失礼します。バイバイ。